はい、それではね、今日もスタディーバレーの方をね、やっていきます。1年目夏の1日1日目ですね。夏、今日から夏に入ります。明日の天気は、晴れですね。占い、まあ、機嫌がいいみたいです。はい、自然と暮らそう。いよいよ夏だね。チャレンジできる新しい作物がたくさんあるよ。例えばホップなんてどうだろう。ツルが伸びるまでに少しかかるけど、一旦成長すれば毎日収穫できるんだ。さあやってみよう。そうですね、ちょっと植えるね、作物考えてたんさ。あと畑の構造もちょっと変えないといけないかな。よいしょ。いかがお過ごしでしょうか。大変喜ばしいことに、我がスタディバレートリビューン氏の期待のスターコラムで、来週はあなたの牧場を取り上げ、勝手に何これ SV スターデューバレートリビューンっていう雑誌があるんですか。なるほどね。もう一個来てた。はい、地元の新聞にあなたが載っていたのを見ました。田舎での暮らしはあなたに合ってるみたいね。とても嬉しいです。どうか体には気をつけて。お母さんにはね、ジョジャスさんにね、洗脳されてるってことはね、伝えずに出てきたんでね、何も知らないですよ。はい、あ、畑ね、ちょっと一回荒れ地に戻っちゃうんだよね。これ上にちょっと戻して、これ買っちゃおうか。この季節ごとにね、このなんていうのかな、耕したのが戻らなかったらね、もっと楽なんですけどね。だから1日目が結構忙しくって、あともう2つぐらい、石炭ある？石炭となんだっけ、木材か、かかしを作りましょう。よし、まあ木はあるでしょ。あと2つ、はい、いいですね。どこに設置しよっかな。この辺が、いいですね。で、もう一個、この角あたりでいけるかな。1、2、ちょっと後で数えましょうか。ちょっとずれてたらまた修正しよう。で、この辺かな。で、多分この空間はいけると思うんですけどね。ちょっとまた。あ、こんばんは、さよさんいらっしゃい。リツイートね、ありがとうございますね。1、2、2列ぐらい開けといたらいいかな。こっから耕しましょうか。3、違うわ。2、3、なんかね、荒れてるんで。3、6、1、2、3、これ2つ、これちょっと戻すか。ちょっと形をちょっとある程度揃えといた方が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12でいきましょうか。3の倍数がね、やりやすいんでね。1、2、3、これは大丈夫です。で、間違えた、こっち。で、こっから大きい作物を育てていきましょうか。これはいけるかな。忙しいですよね、この季節の変わり目ね。ちょっとこのカーソルをずらしとこう。やることいっぱい、他のことは何もできないですね。1、2、3、4、5、6段にしときますか。水やりできる、これ体力あるかな。一応じょうろが、銅のじょうろ
上路になってるんで、だいぶねスタミナの減りは少ないと思うんですけど、次ちょっと種を買っていきましょうか。スターフルーツとメロンが、いくつかあってね、スターフルーツメロンが9個、スターフルーツが1個だけか。ちょっとこれだっけ、これ片付け、石炭こっちに入れとこう。夏は何を育てる予定です。まあ基本ブルーベリーが欲しいんですけど、ブルーベリー売ってないので、メロンと、ホップを主体にして、あとはちょっと唐辛子育てようかなぐらい。これ売れたらいいけど、いくら換金できるもんあるかな。これとどうしよっかな、あんまり売れるもんないんだよね。もう、まあ、いいか、これぐらい。あと魚、微妙だな。肥料も、肥料はまあ作りましょうか、こんだけ。あとよし、じゃあちょっと種をね、また我がジョジャマートにね、買いに行きましょう。帰りにちょっとお花も摘んでいきましょうかね。今日は誕生日、誰もいなかったと思うんですけど、誰だ、なんだこれは。ジョージ？はあ、奥の方の手紙に手が届かんな。ペニーが助けてくれるのか。これでね、こんな一場面でね、みんな、世の中の男性はね、ペニーの虜になってしまうんですね。おーってはい、どうぞ、ほらどうぞ。ふん、これぐらい自分でできる、移動だって自分でできるんだ、勝手に車椅子を動かすんじゃない、わしはそんなに猛録して見えるかね、うん、来た青い人これでもジョージのねお話も結構あれですよね、ちょっと深いですよね、なんで車椅子生活になったかっていうのね。見てたよ、君は親切にしてただけだよ、何もしなきゃよかった、彼も怒ってるじゃない、ただ散歩してただけ、口出しするのは何だろうね、ちょっと冷たく言っときましょうか、何もしなきゃよかったのに、あ、多分そうかも、でも笑ってるねごめんなさいミルナーさん、失礼なことをしてしまいました。フェニーかわいいね、やられてますね、なんか気まずい空気が、はあ、いや、わしが悪かったよ、お嬢さん、あんな風に怒るものではなかったらあんな風に助けてくれるなんて、あなたはとても親切な方だ。いいんです、ミルナーさん、気になさらないで、うん、結構動けるよね、うん、年を取るって大変ね、そうは思わない、うん、死ぬんだったら若いうちがいいよね、ひどいこと言うの人生はそう簡単に無駄にしちゃいけないのよ、怒ってるペニー、うん、ちょっとねジョジョさんに洗脳されすぎて、あなたと話せて面白かったよ、じゃあ私はもう行くの、面白かったの洗脳されるとね、心がだんだんすさんでいくんです。まあ、そんなことよりね、種を買いに行かねば早く、うん、誕生日カレンダーちょっと欲しいですね、家に。ジャスト、まあ、しばらく誕生日ないか、これぐらいかな。ドワーフって本4冊揃えるまで話せないよね、まだしばらくは先ですね。よし、あとなんかすることあんのかな。会員募集中、会員券のお金はあるのはあるんですけど、ちょっと届かない、もったいないですよね、またね。メロンを
12×6、 著者者の線の子は4、気をつけてくださいね。よしまず体中あの青いものしか身につけられなくなります。はい、63個、63、ちょっと計画的に買わないと。61、62、63で、唐辛子が12個、11、12、あとホップってないの？ホップ、あー、びっくりした、打てたよかった。ホップが、36個、数が見えないちょっと待って、見えないぞこれ。あ、こうしたらよかった36個ね、はい、もうこれで75でしょ。あとスターフルーツと、どうしようかな、スパン、小麦かな、小麦を買えるだけ、6個だけ買いましたね、はい、これでいいか。これあげとこうか。頑張ってね。お、いいね、ありがとうよ。このレジのさ、人、名前ないんだよね。ね、結構お世話になるのに。いつも一人で働いてるし。店員少ないよね。この人もレジに立てばいいのにって思うけど。ね、いやそんなことは言ってはいけない。さあ、なんかあるぞ。うん。スプーン、いらない。うん。ちょっと、あんま時間ないかな。アイスクリーム売ってるんだよね、ここでね。誰だっけ。お、ねえ、夏は、一年で最高の時だよな、アレックス。うん。夏が好きなやつか。ちょっと今日は忙しいんで、すぐ戻ります。特に花落ちてないね。ここに1個水仙、水仙じゃない、これなんだっけ、スイートピーね、スイートピーが落ちてるぐらいかな。体力が結構際どいな。大丈夫なのかな。ここね、ここほっ、ちょっとこれ植えにくいな。これなんか植えるのいつも難しいですよね。なんかよし、まあいいや、なんとかできるでしょう。はい、あとここの上2列をホップにします。これでいいか。よいしょ、ここと、ここね。で、ここの下がトウモロコ、なんだっけ、唐辛子。あとメロンを全部植えます。うん。種取ってこないと。あ、フルーツ1個だけあるんだよね。ここに植えとこうかな。あと、ここ小麦にしときましょうか。で、メロン72個。メロン結構稼げるよね、確かに。これはもうそのままでいいか。ん？なんでブルーベリー売ってないのかな、ほんとね。思うんですけど。よいしょ。さあ、これで3つずついきますよ。時間はまあ大丈夫だと思うんだけどね。体力がちょっと足りなくなるかな。
あ、でもこれだけでもだいぶありがたいですね。 3つずつ負けるだけでもね、全然一マスずつだと思う。手間かかってしょうがないですよ。でも今度は鉄になると5マスなんですよね。なんで5マスなのかなって思いますけどね。中途半端。さあ体力がなくなってきました。ファースニップ食べるか、洞窟人参くらいかな。あといくつ、ポロネギ、カリフラワー大きいな、キノコだ、まあ、洞窟人参食べとこう。間違えた。何個でいけるかな。2つぐらい。よし。まあホップはね取れるようになると毎日取れるので。あと、唐辛子は割と取れ始めるのが早いですよね。よし。お、ギリギリか。まあこんなもんでしょう。ちょうどいい、よかったですね。よし。あとは、これはもういらない。荒れてるのを見てこようかな。釜とこれね、うん、いいですね。白月曜日でしょ。サイロだね。サイロ明日ちょっと、ああでも火曜日いないのか。ロビン明後日ですね。サイロはね、しょうがないな。あとクラインでちょっと松明立てとこうかな。洞窟からパクってきた松明をね、カカシの後ろに立てとき。よし。もっと、暗そうなところ。ここに立つとこかな。通路の。ここあるでしょ。これぐらいあれば大丈夫かな。うん、いいですね。水汲んで、あともうやることないかな今日は。ちょっと夜のお散歩でもしてきますか。何も落ちてないね。この辺の草買っとくか。
に何も落ちてないですね。まあ、初日だから。夏は何が落ちてるんだったっけ？ブドウとか落ちてたのかな？ないかな。まあいいか。こんなもんで、まあ帰っときましょうか。11時だしね。こっちか。サイロと、ニワトリもちょっと欲しいですね。まずね、卵を結構役に立ちますしね。うん、まあでもそのためにはお金を稼がないといけないんで、なかなか大変ですけど。よし、あ、もう50分だ。際どかったね、結構。こんなもんでいいかな。よし、さあ今日は寝ましょう。ちょうどですね。はい、何も、あ、スプーンだけか。うん、1年目夏の、2日目ですね。はい、はい、明日の天気は一日中晴れ。夏は晴れが多い。なんでしょう今日。ああ、幸運か。どうしようかな。でもまだあそこ辛いんだよね。鉱山行くの辛いんだよね。武器が少ないんで、ちょっと低層階を回りに行ってもいいかもしれないですね。よし、まあ、まずは水やりから、はい。だいぶ早いですね。ホップはね、食料にも結構いいですよね。食べてもね。前のバージョンだと本当にブルーベリーでね、この1年目の夏のブルーベリーですっごい稼げるんですけど、ちょっと下方修正になって、まあそれでもねだいぶお金になりますけどね。ブルーベリー連作できる上にあと3つずつぐらい取れるでしょう。あれ大きいですね。まあ、メロンがこんだけ育ったらかなりね、あ、忘れてた肥料をまくの忘れてた。まあいいか、ま、秋にまとめて使うことにしましょう。肥料は、よし、なに、よし、半分ぐらいありますね、体力。どうしようかな。お弁当っていうか、おひ、なんていうの、食料がないんだよね。ちょっと食べ物28しかお金ないしな。釣りするか掘るか。銅鉱石いくつあるんだ。銅17本あるのか。鉄鉱石もちょっと欲しいんだよね。一回、まあ、掘っていきましょうか。ちょっと低層階をね、掘りましょう。
屈人参とブラックバス食べる、どんぐりと松ぼっくりあるからカエデの木、うん、いやでも木切るのに体力使いますしね、なかなか難しいな。ファースニップ、まあいざとなったらファースニップ食べましょうか。釜は置いていきます、じょうろと。よし、じゃあ鉱山行きましょうかね。早くあれ開通させたいですね。ブドウが落ちてた。ここもまだなんですね。いつ開くんだったっけな、ちょっと覚えてないんだよね。ライナスそっち見た。素晴らしいプレゼントありがとう。俺を笑うためまたライナス早くハート3つになってほしい。2つだね、もうちょっと粘土ね。よし、20回ぐらいからがいいかな。出た、よし、もういっちゃうか。ここは少ないしね、はい、虫がいる。よし、これを倒しちゃう。死後出ましたね。よし、見て、だいたいこれ早いんだよね結構。よし、あ、ありましたね銅鉱石。辺たくさん石があるんで爆弾使っておきましょうか。そんなに出なかったらいいもん。よし、当たらないぞ。時に来る方が圧倒的に楽ですね。うん？どんな構造だここ。スライム。ありましたね、ちょっと一回り見てから。この間のね40何回かな、あの星のついたスライムが強かったですね。あ、浮かしちゃった。もうち
いっぱい。結構12個か。どこっすか。まだそんなにでも集まってないですね。戻ろうか。どこだったっけ。こっちの下に橋がありましたね。はい、スライムはまあいいかな。まあ倒しとこうか。体力がちょっと少なくなってきました。体力が。ぶどう食べちゃおうか。1個だけだし。虫が来る。で、よし。あ、いいですね。銅があります。はしごないですね。出てこないな。ちょっと場所が違う。6時。あともう一回ぐらい潜りたいな。あ、でも体力が。これを一個食べるか。ダメージは食らわなくなりましたね、この階層では。あ、やっと出た。よし。で、つか、いてて、て、見えてなかった。戻って7時でしょ。で、ちょっと40階にも降りときましょうか。鉄鉱石をね、ちょっといくつかだけ取っときたいな。あ、でもはい、これいっぱいだ。樹液とかいらないね。もう一個だけなんだね。鉄鉱石が見つかったらそれだけ掘って帰りましょうか。ないな、ないな、なかったな。これでちょっと爆弾使っちゃう。いて、何時くらった。どこ、この辺。あ、ありました、ね、よし。爆弾があと1個だけ、ね、よし。鉄鉱石ありましたね。敵もいるんだよね、でもここからね。ありました、ありました。
下にも1個あるかな。よしよし、帰るぞ帰るぞ、もうこれでいいぞ、ここは通らないで。よし、落ち物がいっぱい。なんか来る、なんか来る。樹液はいいや。はい、よし、いい感じですね。ちょっとギルドにも行っていきましょうかね。こっちじゃ。洞窟昆虫があと40匹倒したら、インセクトヘッドですよね。まだもうちょっと倒さないといけないですね。虫退治。この辺いらないやつ、スライムとこ。よし、これでまあ一遍帰りましょう。もういい時間ですね。こっちから帰ろう。特に何も落ちてないよね。あんまり花咲いてないね。なかったな。まあいいか、まあ帰りましょう。よし、じゃあ今日は寝ます。はい、ん、これなんだったっけ。隕石が落ちてくるんだったっけ。なんかそんな感じです。地震どうなんでしょう。はい、じゃあちょっとね、ここで、今日はね一旦終わっておきます。またもうちょっとしてからね、後で、もう一回やりますんで一回中断します。またよかったらね見に来てください。では、一旦終わっておきますんでね、お疲れ様でした。